97世界最強タッグ決定リーグ戦、年間8シリーズ行われます全日本プロレスのプロレスサーキット、その最後のシリーズです。これからいよいよ公式戦です。24時間前11月15日に開幕しましたこのシリーズ、今日が2戦目ということになります。まずはバリー・ウィンダム、ジャスティン・ブラッドショー組入場であります。馬の稲鳴きはスタンハンセン入場の合図であります。さあ白いケンガロンハットにベストを羽織ったスタンハンセン、ブルロープを携えての入場、従えるはボビー・ダンカン・ジュニアであります。4人のレスラーそれぞれがカウボーイハットを着用しております。参加になりますジャスティン・ブラッドショー、こちらバリー・ウィンダム、両者ともに非常に似ております。ボビー・ダンカン・ジュニア、世界一怖い48歳スタン・ハンセンです。青コーナーのバリー・ウィンダム、ジャスティン・ブラッドショー組、ともに黒いショートタイツに同じようなブーツ、そしてヒゲを蓄えておりまして七三分けのように見えますが、緑色のブーツを履いている方がバリー・ウィンダム、そして幾分背の高い方がジャスティン・ブラッドショーです。こちらはスタン・ハンセン、そして金色の長髪がボビー・ダンカン・ジュニアであります。97世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦です。共に両チームこれが2戦目ということになります。30分の一本勝負、 PWF ルールで争われます。ボビー・ダンカン・ジュニアとブラッドショーが先発です。まずはブラッドショー、ボビー・ダンカン・ジュニアをサイドのヘッドロックに取りました。両チーム4人とも4人が4人巨漢揃いです。ダイナミックなファイトを期待しましょう。おっとブラッドショー、すさまじい体当たり、ボビー・ダンカン・ジュニアが吹っ飛びました。こちらがブラッドショーです。ブラッドショーが2メーター3センチ、ボビー・ダンカン・ジュニアが196センチ。さあ今度はボビー・ダンカン・ジュニアがサイドのヘッドロック、ロープに振られた、帰ってくるところボビー・ダンカン・ジュニアが今度は勝ちました。緊張感がみなぎります。ウィンダム・ブラッドショー組、開幕戦24時間前はエース小橋組に敗れて0勝1敗であります。勝ち点は0。一方のハンセン・ボビー・ダンカン・ジュニア組も開幕戦は川田・田植え組優勝候補と戦いまして、10分30秒、ボビー・ダンカンが沈んで0勝1敗、こちらも勝ち点0。両チームともにまだ勝ち点は上げておりません。エルボーの打ち合いです。さあマリー・ウィンダムが入ってまいりました。父はブラック・ジャック・マリガン、サラブレッドであります。ボビー・ダンカン・ジュニアが攻めていきます。一方のこのボビー・ダンカン・ジュニアのお父さんはもちろんボビー・ダンカン、両者ともにプロレスラーとしてサラブレッド由緒ある血筋、ジュニア同士の戦いであります。さあそしてブルファイトでは世界一48歳スタン・ハンセン入場、ウィンダムとハンセンです。ウィンダムが身長2メーター、ハンセンは身長195センチ。48歳になってもその闘志、全く衰えを知りません。それどころか日々充実している感がありますスタン・ハンセン。さあ、ウィンダムの攻撃から今度はブラッドショーへ。あっと、ブラッドショーへも突っかけますスタン・ハンセン。しかしこれはいかんせん多勢に無勢か。おお、トップロープを越えて入ってきたブラッドショ
パンチの連打から、そして今度はエルボーキック。ハンセンも負けていません。トラースキックからチョップ、そしてブラッドショーをロープに振ってカウンターのエルボー。腕を取っていきます。赤コーナーサイド。この公式戦は全10チームの参加によって1回戦総当たりリーグ戦です。勝ち点、あらゆる勝ちが2、そして負けが0、引き分けが1です。勝ち点の上位2チームが最終12月5日日本武道館大会での優勝決定戦に臨みます。まだ両チームともに勝ち点を上げていないハンセン組、ウィンダム組です。ボビー・ダンカン・ジュニア、そしてジャスティン・ブラッドショー。ダイナミックな男たちのグラウンドの展開からファンダメンタルポジション、ニュートラルコーナー、チョップから、さあ対角線に振っていくのか、いや青コーナーです。バリー・ウィンダムへのスイッチ。このバリー・ウィンダム、ジャスティン・ブラッドショー組、合体技、ハイキックから、おっとそのまま振り込んでいきました。カバーに入ります。カウントは1つ。バリー・ウィンダム、この世界最強タッグには実は1983年に参加しております。14年ぶり2回目の参加ということになります。このウィンダムです、1990年、今から7年前の3月には当時ジャンボ鶴田が持っておりました三冠統一ヘビー級タイトルに挑戦したという経験も持っておりますバリー・ウィンダム、現在37歳。ゆっくりとボビー・ダンカン・ジュニア肩をつけていきますが、カウントは1つ。赤コーナーのハンセンから声が飛びました。ニーリフト、ハンセンの18番、なんといっても必殺技ウエスタンラリアット、いつ火を吹くんでしょうか。繰り返されました。キックから場外へ突き落とされます、ハンセン。おっと、あっと、勢いに任せて鉄パイプ椅子を持っていきましたが、ジャスティン・ブラッドショー打ちつけたところで、お、急ごに入ってきたハンセン。レフリー西永周一、懸命に静止しようとします。お、西永勝ちました。あー、しかしさらに椅子の奪い合いになっています。おっと、リングの外ではジャスティン・ブラッドショーも椅子を持っています。いや小僧ながらレフリーの西永周一もなかなかやります。サンハンセンから鉄パイプ椅子を取りました。こちらバリー・ウィンダム、ようやく入ってまいりました。ちょっとヒートアップしています、ダン・ハンセン。両者ともにひげを蓄えています。ジャスタン・ハンセン、もっと苦悶の表情、腕を取られました。ハンセンの左腕、黄金のラリアットを放つ腕です。ブラッドショー、ハンセンの左腕を攻めていきます。もう一度、あ、ハンセンまた場外に降りてきた。ちょっと痛そうだスタン・ハンセン、しかめっ面。あーっと、バリー・ウィンダム、さあもう今度は鉄柵攻撃。もう一度、ハンセン痛そう。そして今度は脇固め、徹底してハンセンの左腕に攻撃の的を絞ってきました。ボビー・ダンカン・ジュニアのカットもありましたが及びません。青コーナー、脇を開けたところ、今度はキックから、このハンセン、世界最強タッグ決定リーグ戦では89年に優勝を遂げております。以来優勝はありません。個人的には過去4回の優勝を成し遂げているスタン・ハンセン、8年ぶりの優勝を目指しますが、開幕戦は黒星スタートでした。バリー・ウィンダム、
グラウンドの展開後ろになって攻めますが、このモビーダンカンジニアのカットがなかなか功を奏しません。ハンセンが捕まっています。この時間帯このジャスティン・ブラッドショー足の長さを誇示するのか、トップロープから入ってきた。そしてロープに飛んで、さあどうするか、キック、ハンセン倒れた。そして今度はエルボードロップ、ハンセン髪の毛ボサボサです。さあ少しずつハンセンが、あっと DDT、 ブラッドショー脳天から串刺し、サッカーボールキック。そしてボビー・ダンカンジュニアへ。このハンセンとボビー・ダンカンは同じテキサス大学の先輩後輩であります。ダブルの攻撃、ショルダータックル。そして共にプロフットボーラーを経験してプロレスラーになっているハンセンとダンカンです。ロープブレイク、金色の挑発、ボビー・ダンカンジュニア強引にステップオーバーして、ボストン、あっとボストンクラブに入れない、シングルのボストンクラブになりました。少し力強さに欠けましたボビー・ダンカンジュニア、ちょっとしょっぱいです。さあハンセンが入ってきました。さあ今度はハンセンです。ブラッドショーを捉えます。ボディースラム、そしてボストンクラブか、今度は逆の方向にスイングしました。おっとハンセンが場外へ、ボビー・ダンカンジュニアが入ってきます。ウィンダム、ブラッドショーを投げ倒しましたボビー・ダンカンジュニア。そしてハンセンが入ってきてカバー。おっとウィンダムもカットの姿勢を見せました。10分経過です。公式戦30分の一本勝負で争われます。ボストンクラブに入りました逆エビ固め、ウィンダムのカット、ハンセン前に崩れます。セカンドロープをつかみながらようやく立ち上がろうというところに追い打ち、ストンピング、そしてウィンダムへ。両者ともに早くこの最強タッグ初の勝ち点が欲しいところ。カントは2、パンチをカットした。ハンセンのナックルパートでのパンチ、顎の先端にヒット、そして今度はお腹、ウィンダムも負けていません。ラフサッポー顔面かきむしり、おっとブラッドショー、ウィンダム合体、あっとハイキック、ちょっとレンジ狭かったんですが、対角線に振って突進してくるところをカットしましたハンセン。しかし今度は裸締め、小脇に抱えて岩石落とし。スタンハンセンバックドロップで逃れました。ローリングしてボビー・ダンカンへのスイッチです。ニュートラルコーナー、トップからダイビングラリアットです。そしてもう一度、今度はバリー・ウィンダムへ。ボビー・ダンカンジュニア、ここまではいいです。しかしロープに振られた、振り返した、どうするか、パワースラム、カウントはカットがあります。カウント2、さあ、あーっと落とされました。サイドバスター、両チームともに喉から手が出るほど欲しい初勝利。息が荒くなっています。ジャスティン・ブラッドショー、パワーボムの体勢か、ラリアット、大なたを振り下ろしました。ちょっとこれは効いたか、満を持して
さあジャスティン・ブラッドショー、おっとこれは見せかけだけか、パワーボムにはいきませんでした。ウィンダムが今度はチャレンジ、これも対岸成就いたしません。ハンセンのカット、ハンセンが捕まった、ダブルの攻撃、ハイキック、ハンセン倒れます。残ったのはボビーダンカンジュニア、ジャスティン・ブラッドショー、ハイキックからテイクダウンしました。ボビーダンカン、そして今度こそパワーボムの再生か、リングの中央、さあ満を持して力を振り絞む、あっとリバーススープレックス、キックかわした、あっと今度こそ捕まった、パワーボム投げ捨て、そしてカバー、アンセンのカット、ウィンダムが入ってきた。さあ戦いが2つに割れました。どうやらこの勝負うねりを迎えたようですから、ありがとう、気づいていないはずです。ウィンナム、ガッド将軍が8点2を挙げました。